国一般人常識チェック。ソプラノリコーダーのシの運指はどれ。もう言ってることがわからない。リコーダーの授業を小学生の頃に受けましたよね。なんか怖いな。まあ受けてない人もいるかもしれないのにね。受けましたよね。なんか高圧的じゃない。料理のさしすせその詩は何。砂糖、塩、せなんてある。ソース、せはわかんないけど、A の塩。せ何、醤油、精油醤油。なんでせなの。彫刻、手はどれ。はい、何を聞いているんだこれ。何、彫刻、手はどれって。手は全部なんだけど。フランソワ・ミレーが描いた絵はどれ。ラクホ拾いです。クロード・モネが描いた絵はどれ。モネさんはこういう厚いね、厚塗りのイラスト、厚塗りっていうの描くイメージがある。これはなんかちょん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 って しすぎてる。モネさんはそんな絵を描かない。 B、 いや描くね。睡蓮の池に架かる橋という絵画です。もう漢字が読めない。平古町はどれ。一番高級な橋はどれ。これ人参補足したやつじゃないこれ。 A、 まあ A かな。 A は和島の水橋。イムの橋は、ポケモンのミュウの橋を使っています。地獄のダンテとウェルギリウスという絵画はどれ。ブグローの代表的ダンテの神曲、初夢に見ると縁起がいいとされる鳥はスズメとか。松が表す干支の動物はどれ。ん、これ羊、ヤギなのか。んどっちだこれ。これヤギか。ねえ、牛、トラ、ウ、タツ、ミ、言えないんだよね、ここまでしか。わあ、お腹空いてきた。おい、バカにしてんだろこれ。何急に。急にこれ何、こういう問題。 D だけ唐揚げじゃなく爆発でした。意味がわかんないよ。夜間と呼ばれる絵画はどれ。これ AI に描かせてる。これ絶対 AI に描かせたやつだ。哺乳類ではない生き物はどれ。これわからん。こいつ名前わかんないけど、こいつ哺乳類。あ、サメだ。B はイルカ、 D はクジラです。サメだけエラ呼吸をし、卵から生まれる魚類です。え、哺乳類って魚じゃないの。哺乳類って卵じゃないやつだ。これ説明に書いてあるけどさ、哺乳類ってそのままキッズが生まれてくるのが哺乳類じゃなかった。一番高級なバッグはどれ。使う、これ動物の皮でしょ。ヘビ、ヘビが、ヘビ皮バッグ。その他は皇后皮、皮、いや、クロコダイルって今もいるの。タッセルはどれ。なんだタッセルって、名前を知らないから B。 タッセルは布の終わりの部分に取り付けられる、総飾り品です。オーバルブリリアントカットはどれ。これがいい。宝石を何型にカットする手法の名所です。ミレーが描いたオフィーリアはどれ。シェイクスピアのハムレットを題材にした作品で、川で弱視するオフィーリアを描いたもの。この絵のモデルを務めた女性は何時間も風呂に浸ったために風邪をひいてしまったというエピソードが残っています。2024年度発行予定の1万円札に転載される人物は誰。これはなんないんじゃないこの人じゃないかな。この人誰。人間は考える足であると言った偉人は誰。いっぱい歩いたから、なんかいろんなものを見て悟ってる顔してるから B。 C、 歩いてなさそうなんだよな。オーストラリアに行く場合、フランソワ・ミレーの描いた絵はどれ。
馬鈴長上は1861年頃に制作されました。番鏡ポッティチェリが描いたヴィーナスの誕生はどれ。ちょっと待って、映りすぎなんだけど、誕生しすぎ、ちょっといっぱい誕生が いすぎて A、 これ A、食中毒に一時退席したい場合の正しいカトラリーの配置はどれ。これチワワ、これなんかバグみたいな。世界一長い川は A はアマゾン川、 B は長江、 C はナイル川。日本ハック、日本ハックのスポーツでないものはどれ。野球かな。おお、弓道、弓道、これなんだ、弓道。おなもみはどれ。何おなもみって、ちょっと待って、おなもみやめてよ。おなもみ、おなもみは魚類はどれ。え、これ虫じゃない、もしかしてエビって。日本で最初に世界遺産に登録されたのはどれ。これ龍角寺。正解は C、 A は日光東照宮、 B はきつい島神社。わかる、激島。いや、わかるんだよ。厳島神社。聖徳太子ゆかりの寺院として知られ、1993年に法隆寺地域の、仏教見だるるる、腐らないのはどれ。ヨーグルトは腐る、さつまいもも腐る、これよくわかんないけど生物は腐るから A。 天然の蜂蜜は雑菌作用が強く、カビや菌が繁殖することができません。だって世界一大きい魚はどれ。だ D のこれシャチじゃない、これシャチなのかな。一番高価な花はどれ。ならこのなんかちょんちょんみたいな。 A のチョウチョランの相場は大きさや美しさにもよりますが、8000円から3万5000円ぐらいだと言われています。高っ。わ、最後だ。10円玉に書いてあるのはどれ。10円玉を思い出すな。 C の、平等院朝光堂は1052年藤原多予通によって京都府宇治市に開かれた寺院です。もう今一般、全国一般人常識チェックをやった身として言わせてもらうんだけど、正直常識はそんないらない。